秋田よりすは、むつみは藩の、第四代藩主。秋田家、第六代当主。元六九年、美は藩の重臣だった、荒木高村の長男として生まれる。高村は、荒木宇実じの来孫で、秋田寺の一門、外祖父木通りは、サネ末の老いであった。来期は初め分家の秋田木、豊かの養子となった。同家は、秋田サネ末の三男末延を初代とする。 旗元であった。宝永3年8月29日、秋田家豊の末期養子として、家督を相続した。木本名乗った。聖徳4年5月7日、将軍、徳川栄次にお目見えした。聖徳5年7月3日、本家の三春藩主、秋田明の養子となった。養子入りに伴い、来期と改名した。なお、旗元秋田家は、 来期の本家相続により絶景となった。聖徳五年六月四日、仙台藩主、秋田明貴は、着難、おさむきを失い、落胆して、政治を荒木高村に一任するようになる。同年七月三日、来期は、輝き器の養子となり、おさむきの娘、岩子を、輝き器の養女として、正室に迎えた。同年九月六日、将軍、徳川栄次にお目見えした。 同年12月7日、ヤブ・アキラキの隠居により、家督を継いだ。同年12月18日、十五位下門モンドに助任した。後に、シナの守るに改める。ヤブ・アキラキは、教法5年に死去し、その後のお家騒動は、三春化け猫騒動の元になったと言われる。先代以来の重臣として、藩主の実父として、いずれにせよ権力を持つ荒木高村に対し、 藩内の藩荒木派は激しく対立した。強法13年6月、混乱を収めるべく、荒木は治療返上と見張る藩退去を願うものの、これは重臣らから拒否された。その一方で、重心らは、見張る藩は荒木はじめ派の弾圧を行った。重臣らは荒木に対して隠居を迫るものの、荒木は拒否した。しかしよく教法14年、 先代藩主輝き機の未亡人邸藩人の遺行もあり、荒木は撤居処分となった。その後、荒木高村の弟の荒木又一の家来、渡辺長江門が判明により死刑になった。渡辺長江門の遺族は、この処遇に納得せず、天末を江戸の幕府に訴える。幕府は、藩主来期に事情といただしたが、幕閣を納得させる釈明はできなかった。幕府は、 荒木高村ら反重心に対しても質問したが、上記の通り事件時に荒木は敵居中であり、詳しい情報は持っていなかった。教法15年3月15日、幕府に相談することなく重心かつ、実父の荒木を敵居させたことや、十分な調査をせずに、渡辺長衛門を死刑にしたことなどを問題とし、幕府により、藩主の来期は閉門処分を命じられた。 同年7月12日、閉門を許された。ジップの荒木高村に先立って、来期は、官方3年に死去した。長男の野べきが後を継いだ。ありがとうございます。